まずですね、国内のこのスーパー耐久参戦するのが、まあ、実に7年ぶりなんですね。この7年間、まあ、やっぱりよく考えた末に、やっぱりうちはレース出ないとダメだぞ。そこでまあ全社員がまあ一致して、それでやっと賛成できる形が整えられた。まあ、タイム的にもそんな悪いとは思ってないんですけど、ただまだまだやっぱりしっくりきてないですね。もっとその、いいバランスって絶対どっかにあって、もっとタイムを詰められるんじゃないかなっていう、それはどのチームも同じだと思うので、その中でまあとりあえずやるしかないなっていう、まあ、そんな感じで、今の状態です。ラーマンどうよ。ラーマンもいいよ、お前は。ありがとうございます。ありがとう。楽しまないといけないんです、スーパー耐久は。そして皆さんに夢を与えて、スプーンというブランドと、それからシビックタイプ R の素晴らしさ、これを伝えられたらいいかなと思っております。2024年のですね、スプーンスポーツのドライバーの体制、はい、A ドライバー山田栄一。ラーマンです。ラーマンだ、ラーマンだと思って、おいやいや、いいっすよ、いいっすよ、もう俺はピーマンだ。いやいや、もう俺はさっきも言ってたじゃないですか。C ドライバー、はい、A ドライバー、C ドライバー、C ドライバー、 B ドライバーは交代で、うん、HRC の、はい、まあ、ホンダのワークスの若手ドライバーを今回呼んでいて、若手、そうなんで、1回ずつ違うんですが、第一戦の須郷は小出俊選手。はい、はい、よろしくお願いします。オグリションです。よろしくお願いします。はい、まあまあ、大して面白くなかった。ちょっと頑張ってみたんですけど、流した、すみません。あ、小出俊です。はい、お願いします。どうですか、こういう箱車は。いや、でもめちゃくちゃ楽しいですね。あの、まあ、いつもやっぱりフォーミュラーを基本メインに乗ってるんですけど、まあ、GT とかも乗ってますけど、やっぱりでもなんかその走りの基礎というか、やっぱりそういうところを初心に帰って学べるっていうところがすごく楽しいですし、やっぱりシビックっていうところがやっぱ一番いいですね。いやーよな、いや、めちゃくちゃすごい、もうね、GT500 のシビックも乗ってるんすよ。しかも HRC のシビックも乗ってる、まあ、ある意味俺らよりもシビック使い、うん、俺シビック自腹で5台買ってっから。5台買ってすごっ。それは別に偉く、別に偉く、偉くのお金が S2000 無駄に金があるだけの話だ。インテグラも買ってた、はい、まあいいや、とりあえずシビックをね、ホンダがちゃんと送ってきたドライバーだから、それはそれの本当にすごくって、これはね、スプーンに大きな力になると思うんですね。僕一緒に頑張りましょう。はい、お願いします。はい、で、他のレースは B ドライバーが、はい、交代、はい、小出選手から三井祐介選手。どうも、はい、三井祐介です。大きな声で三井祐介です。オッケー、よろしくお願いします。すごい大きなおじさん2人に囲まれるから、はい、どうですか、このうるさいおじさんに。いやいやいや、もうずっとテレビの中のラジオの中の方と一緒にできて、すごい光栄で、はい、ね、憧れの方です。思ったよりさ、ちゃんとした人だった。やっぱめちゃくちゃ真面目でびっくりした。ね、それ言われるとね、動きが取れない。言えないかもしれない。それ言われると動けなくなる。ちゃんと真面目な人で。カメラの、あのラーマンを来た人わけね。うわ、お前ら何やってんだよ、お前ら。俺の前で、お前よくお前。こうやって蹴飛ばされる。あのね、秘密。がなってるだけで大したこと言ってない、実は。大きな声だけど。声が大きいだけ。すごく優しくしていただいております。ね、さ、シビックにホンダからね、依頼されて、車に乗ってくださいって言われて、最初に聞いたけど、でもめちゃくちゃ嬉しかったです、うん、っていうのもやっぱり僕、あの、昔からスプーンのビデオとかよく見てて、うん、まあ、すごい憧れがあったので、うん、そのまさかそのスプーンに自分がドライバーとして若いうちから参戦できるっていうのはすごい嬉しいなと、うん、ありえないことだと思って。
今の愛車フィットなんですよね。あ、そうです、フィットです。そう、はい、なんでどんどんちょっとスプーンのパーツ入れてスプーンデモカーにしたいなっていうふうに思ってます。お、そういうことね。社長、まあまあでもね、やっぱり HRC の契約ドライバーですよ、うん、夢の、うん、俺もいつかは契約をですね胸に。この間ね、俺 T シャツ買ったんですよ。ピッチャーも知ってると思うけど、はい、あの T シャツ買えば契約してもらえる。 GU でめっちゃ売ってて、普通に1000円で売ってて、HRS ホンダとかって書いてある。待て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 、セールで買うな。セールで買うな。めっちゃ安かったの。もうそれだけ憧れのあるね、ポジションにいるんで、ちょっと羨ましい。三井選手、この今季頑張ってくれるんで、はい、皆さん、はい、応援してください。期待してください。一緒に頑張らせていただきます。はい。で、この人たち、小出選手、三井選手も入れながら、はい。富士の24時間はさらに2人のドライバーが追加になります。スプーンの車にいつも乗ってたんで知ってる人も多いと思いますけど、この2人、はい、来てください。松井選手に、それから文蔵選手じゃない、なんだっけ名字、中島文蔵文蔵って言ってるからね。中島は中島君って思う。そうだそうだ、はいはいはい、でこの2人はね、ずっとスプーンで乗ってた。そうっすね、ね、はい、で俺そのサンダーヒル、アメリカの25時間レース、うん、はい、このメンバーでこの勝ったんです。お、優勝したから、もう立役者、うん、はい、もう俺ね、文蔵とスーパー耐久組んで 2,、はい、2位だったから。ああ、そうなんですか。初めて昔ね、もうだから最高のね、うん、まあなんとなくこう心知れたこうね、メンバーなので、スプーンのことはよく分かってる2人だし、はいはい、ちゃんと実績も残してる。そうそうそう、でもね、うん、ぶっちゃけた話、はい、本当は24時間、うん、若手をこうちょっと呼びたかったの、うん、僕も分かった。あの HRC からもう2人ぐらい。あ、もう2人ぐらい。はいはいはい、はい、じゃあお願いしますって僕連絡したんですよ、うんうん、山田さんに。いや松井だけはやめろって言ったのに。そうそう、そこです、帰ってきました。社長に言ったんすよ、もう、うん、あいつだけはやめてくれって言ったのね。なんかお金をこうなんか賄賂かなんか。あ、いやいや、もういろいろ日々、ね、連絡を。なるほど。まあそういうこと、聞くってことがよく分かりましたね。分かりましたね。やっぱり文明堂でしょ、カステラ文明堂ですか。まあ、とりあえずこういうメンバーでね、スプーン2024年戦いますんで、皆さんぜひとも応援してくださいね。じゃあ頑張るぞ、最後しましょう、せーの、頑張るぞ。はい、2人も来て頑張るぞ。開幕戦になりました、このスポーツランドスゴーのスーパー耐久なんですけれども、予選がいわゆるノックアウト方式というものを採用するということになりました。これまでのところかなりスケジュールがいろいろとアメリカでのレースもやってきたりなんかして、まあ、開発の進捗ぐらいもちょっと遅れ気味だったんですけど、ようやくここまで来れたっていうのはすごく良かったな。ようやく予選始まりました、まあ、練習通りの走行ができれば十分いけるとは思います。あとはまあメカニックも確実に、ちょっとタイヤのローテーション作業があるのでそこだけこなしてくれるんです。まあそうですね、ついに予選、まあ、今日決勝もありますけど、まあちょっとチームも少しずつピリついてきてますね。で山田さんもちょっとなんか今まで結構こうなんかすごい楽しい人だったんですけど、ちょっと予選周りになってちょっとピリついてきて、ちょっと今回の予選楽しみですね。まあ予選はやっぱりこう結構リアの温まりがいつか来るかっていうね。で待ちすぎるとフロントがこうどんどんダメになってくるんで、その微妙なこのリアとフロントのタイミングをどこで合わせるかっていうのがものすごくポイントになってくるんで、まあまあそれをうまくこう掴みたいなっていう、まあそんな感じですね。スーパータイキングレースグループ1公式予選 Q1 コースオープンです。スーパータイキングレース、
どマージン的にはやっぱりミスっていうのがもう一番良くないので、とにかくミスを避けた中でどこまで攻めれるかっていうそういう状況だったので、まあ比較的その、いい運転ができたんじゃないかなっていう。でもちろんそのタイヤをやっぱりこう温める、で、ピットインしてリアタイヤをフロントに持ってきて、フロントをリアに持ってくる、で、そこからまた温める、そのそういう作戦がやっぱりこう思ったよりもうまくいったんじゃないかなって。まあ他のタイムがねまだこれから何秒出るか分かんないので何とも言えないですけど、とりあえずまあ自分の仕事を果たせたんじゃないかなという気持ちで今正直言ってホッとしてます。そこのやっぱり気になった3コーナー、はい、うん、で若干だけど目いっぱいじゃなくって、まあ、若干綺麗に想定しながらいつでも逃げれるようにこう行けばいいよねっていう、うん、そんな感じで、うん、このスゴーで一番差が出やすいのっていうのはあのストレート前のコーナーなんですよ。最終コーナーであったりバックストレート前のレインボーっていうところなんですけども、そこが前回ミスされていてちょっとタイムが伸び悩んでたんですけど、すごいうまく決めてストレートがすごい伸びてタイム稼ぎにいってるなっていう感じです。すごいデータからもすごい気合が見られる走りでしたね。はい、いいと思います。ありがとうございます。走りの乗り味って、まあ、すごいスポーティーなんですよね。僕はあのシビックっていろいろ乗ってきて500も乗ってますし TCR もいろいろ本当にいっぱい乗ってきてるんですけど、もう動きはスポーティーなんですけど乗り心地がすごいいいんですよね。なんでそういう意味では本当にもうなんて言うんでしょう、もうレースパッケージにすごいもう振り切ってるっていうわけではないんですけど、皆さんにもおそらく乗ってもらえて全然乗りやすいっていうところですけど、でもだから誰でもすごい簡単にタイムが出せるっていうところがもう本当にスプーンさんのすごいところで、もう僕も本当いつかスプーンさんの車を自分で所有して乗りたいなと思っています。一番驚いてるのがここまで、まあ、テストをいろいろ何日か重ねてきたんですけど、今のところノートラブルなんですよね。もうそこは本当心強いですよね。乗ってる側からしてもやっぱりあの車のなんていうか不安要素を抱えてしまうとやっぱり操作面とかで、まあ、やっぱりより丁寧にしなくちゃいけないとかっていう部分が出てくるんですけど、やっぱりそこのドライバーの負担を減らしてくれるっていうところがレーサーとしては一番ありがたいですね。とりあえず、みんなみたいにカツカツになってタイムを追っかけるんじゃなくて、俺は淡々と燃料たくさん積んで、で中古のタイヤで、決勝想定で行きます。力まず、冷静に楽しんで、レッツゴー。車のバランスがいいの で初めていい状態のタイヤ履いたんですけど、32から33で回れると思うんだけど、2を追っかけると痛めるので、まあ、長いこと走るんだったら33ペースで3の真ん中ぐらいを、まあ、加減に3の1から4、5ぐらいでまとめられると思います、はい。まあ、それであとは2人につないで、
いい結果出るんじゃないのかなと思いますけど、頑張ります。狭いです。ここまで来ましたね。そうですね。テストもやったし、はい、いろいろミーティングも重ねて、はい、で、車の出来って想定以上ですか今？いや、もう全然想定以上ですよ、うん、もうここまで来るの想像してなかったと思うんですけど、うん、皆さんどうですか、うんね、俺60周とかした状態で乗っても乗りやすいし、はい、一番最初そんなこと絶対ありえなかった。タイヤがいい時しか言うこといかなかった。そうですね、はい、うん、めちゃくちゃ成長して、うん、シビックこと一番前ですからね、ね、はい、うん、本音で、うん、まあ、あの水を差すようですけど、はい、このシビック、ホンダシビックタイプ R のポテンシャルって俺はこんなもんじゃない、うん、まだまだいけると思う。まだいけます、ね、もっとやっぱりこのね本来のポテンシャル、それをもうちょっとやっぱりこうね、いろいろこう時間をかけて、うん、もっと高いところにね持っていきたいなと思うんですけど、どうですかピッシャン。とりあえず今日は予選2番ですからね。あ、まあまあそうですね、うん、だから次は1番を狙っていくっていうのは当然ですし、はい、そうですね、まず今回4時間レースを走り込んで、で状況をいろいろとデータ取って、で富士24時間では目指すはどこですか。ポールポジションからの優勝ですね。ときたもんだ。ということで富士24時間は皆さんぜひ期待してください。今回のエロン会おしまい。
ストップを走ってはいるんですけど、結構そのまあ暫定トップだったチームがハイペースで飛ばしてるんで、まあそこが、まあ、相手のもちろん戦略とかもわからないですし、そこがちょっと難しいところですね。まあ、こっちも別に遅いわけじゃないんですけど、予想はしてたんですけど、それよりも相手のチームのタイムが僕らの予想よりも早くはるか上にいて、うん、今後どうなるかなっていう。頑張ります。ラーマン風に。
まあ、もちろんもっといいところ行けた可能性はあるんですけど、まあ、その中でやっぱりよく粘ってここまで来れたっていうのはね、まあ、みんなよくやったんじゃないかなって。言いたいことはいっぱいあるかもしれないけど、まあまあ、うまく3位になれてよかったと思います。今の気持ちは汗かかなかったな。でもまあ、まとまりつつあるし、今日のいろいろ反省点は山ほどあるんで、それをいい材料にして、とにかく富士の24時間でポイントこっそり取りますから。いやー悔しい。まあでも初参戦で表彰台取れたことはいいことだと思うんで、まあ次の富士24時間に向けてちょっとチームとみんなでまた頑張っていと思います。